エウゲニー・ミハイロビチ・ラチョフは、ロシアの絵本作家。ウクライナ民話に挿絵を描いた手袋が世界的に評価されている。エブゲニー・ラチョフと表記される場合もある。シベリアのトムスク生まれ。1924年区番美術師範学校に入学。さらに1928年から、キエフ美術大学デザイン学部に入って学び、在学中から挿絵画家として、 活動を開始した。1997年モスクワで没ラチョフの作品には、動物が登場する民話や偶話に挿絵を描いたものが多い。ライプチ被告サイト書店銀メダル、ロシア連邦共和国人民芸術家など国内外で多数の賞を受賞。ラチョフの手袋として一般に広く知られているのは1950年版で、あるが、ウクライナ民話集。 麦の方のために新たに絵を描き直した1978年版が存在する。この両者は一見すると別人かと思うほど画風が違う。これはラチョフが1970年代初頭の前後で大きく画風を変化させたことが原因である。ラチョフ夫人は1978年版をより色彩豊かになり、それまでラチョフの絵の特徴だった。 登場人物の黒い輪郭線も消えています。その上ウクライナの伝統的な装飾模様とも、これまで以上によく合っていました。と評価する一方で、どちらの手袋にもそれなりの良さがありと1950年版と1978年版に、優劣はないと言っている。麦の他は三開氏のラチョフ夫人のメッセージ。ありがとうございます。